To fans, this is Zuby Masters returning to my Let's Play of Digimon Survive. それに数が増えれば増えるだけ統率を取るのは難しい。それよりも俺たちは仲間の結束を固めるべきだ。っていうかさ、私たち知らないことばっかりじゃん。伝承とか霧とか。何もしないでいたらわからないものじゃん。だから今は何かしないといけないんじゃないの？ 僕の意見を無視しているな。だって、修二さんの意見は何もしないってことじゃん。くそ。なんで君たちは。くそ。カイトはとにかく動いてみるって感じなの？ それしかねえだろ。じっとしたまま生贄にされるなんてごめんだ。だよな。ただ、修二さんの言う通り、信じられるものが少ないのも事実なんだ。けどよ、何もしないでいたら、そういうもんは増えないだろ。そうだね。だからどうすればいいかを、もう少し落ち着いて考えられればいいんだけど。 とにかくよ、ジジモン以外に何か知ってるのはもうあいつらしかいねえんだ。あいつらとだって話はできるんだ。ならあいつらの基地に乗り込んでみないか？僕は反対だ。話し合いなんて無理だ。ジジモンたちだってもう何も知らねえだろうよ。ってことはもう、あいつらに話を聞くしかねえ。みんなはどう思ってるんだ？俺の意見に賛成のやつは手を挙げてくれ。 みんな正気なのか？危険すぎる。敵の罠だってあるかもしれないんだ。けどさ、修二さん、多数決の結果は歴然としてるぜ。それはそうだけど。けど僕は、みんなのために。僕たちも行くの？そりゃそうだろ。なんだよ、行きたくないのか？ まあ危ないのは目に見えてるけど、でもここに置いてくわけにいかないだろ。ここにいて知らない間に犠牲になったとか、最悪じゃん。そうだ、危険なんだから置いていくべきだ。二人は子供なんだから。 2人も連れて行こう。みんなでいた方が安全だ。だよな。よし、そうと決まればさっさと準備しようぜ。どうして、どうしてみんな、どうしてみんな。僕は間違ってないのに、なんでだよ。修二、元気出して。うるさい。 僕のことは放っておいてくれ。あのよ、お二人さん、どうかした？あいつらから目を離さない方がいいかもしれねえ。修二とロップモンか？ああ、何かあるかもしれねえ。そんな予感がするんだ。わかった。できるだけ目を離さないようにするよ。 ああ、頼むぜ。ここか。ああ、ここだ、ここ。サキたちを探しにダムに行った時、ここに来たんだよ。うむ、確か門のようなものがあったな。目立つ模様の鍵がついていた。そうそう、それな。 遊園地でジジモンからもらった鍵が似た模様だったと思うんだ。
じゃあ、やっぱりジジモンが言ってたのはここのことだったのかな。ま、行けばわかるって。こら、そこ。無駄話をするな。は?何が無駄話なんすか?注意が散漫になるだろう。警戒を怠るんじゃない。だからっていいことってのが。すいません。気をつけます。何謝ってんだよ、タクマ。 喧嘩してる場合じゃないだろ。こっちが引けば済むんだし。ちぇ、なんか納得いかねえ。同感だな。まったく、失礼なやつだ。大丈夫か、悪魔。平気。でも、なんだろう、ここ。変な感じがするな。歩きにくいっていうか。 とにかくみんな気をつけて進むんだ。何があるかわからない。そこ危ないよ。そんなこと分かってる。いちいちうるさいな。ごめんなさい。相変わらずっていうか、なんていうか、あいつはロップモンに優しくなれないのか。何か聞ったけがあればいいんだろうけど。しかし、 修士のやつもよ、リーダーとしてやる気を出してくれたのはいいんだけどな。くそ、歩きにくい。みんな疲れたら早めに言うように。それに何かあったらすぐに言うんだ。何が起こるかわからないんだから。今からそんな警戒してどうすんだよ。あの霧もあるけど、ここには敵がいるわけじゃないぜ。 何が起こるかわからないんだ。警戒しないでどうする。山や森の中は歩くだけで体力を奪われるよ。今からそんなんじゃすぐにバテちゃう。そうかもしれないけど。修二さん、もう疲れてるみたいだし、気を張ってたら目的地まで持たないよ。疲れてはいるけど、 今から戻るわけにもいかないだろ。ミユに当たるんじゃねえ。てめえが疲れてるだけだろうが。まあまあカイト、落ち着いて。いいえ、ここはお兄ちゃんが正しいわ。目を大人らないでよ。待て待て、シャコモン。お前まで噛みついたらややこしくなるからよ。今からそんなんじゃ、 先が思いやられるぜ。なんか今日の修二さん、嫌な感じじゃない？ちょっと咲ちゃん、声が大きいわよ。修二さんに聞こえちゃう。むしろ聞こえた方がよくない？修二さんに気づいてもらわなきゃ。誰かさんのせいで空気悪くなってますよって。私もそうは思うけど。 Thank you.
そろそろ目的地だ。ここから先は未知の場所になる。みんな、僕の言うことを聞くように。おい、返事はどうした？へい。うるさいな。サキさん。おい、今うるさいって言ったのか？年上に対してなんて口を聞いてるんだ。いちいち突っかかんなよ、鬱陶しい。なんだと？僕は間違ったことなど言ってない。大体、君はずっと協調性を乱す言動ばかりしているな。力を合わせなきゃいけない時にそんなことでは。あのな、一番協調性を乱してんのはお前なんだよ。この空気でわかんねえのか。なんだって。あ、喧嘩か。いいぞいいぞ。ちょっと煽るんじゃないわよ。あらら、これちょっとヤバいんじゃない。ねえねえ、まずいよタクマ、二人を止めないと。ああそうだな、けど。出番だ。え、うち？とりあえずカイトを止めてくれ。シュウジさんは僕がやるから。おい、ミユを巻き込んでんじゃねえよ。はいはい、お兄ちゃん睨まないの。喧嘩してる場合じゃないでしょ。別に喧嘩してるわけじゃ。アホらしい。とっとと行こうぜ。こんな調子じゃ日が暮れちまう。おい待て、勝手な行動をするな。クソ、どうしてみんな。これこれ、この水門にこの錠前、前に見たやつで間違いないよ。本当、特徴的な模様が施されてるわね。綺麗。これ欲しいな。こらミュウ、よくわかんねえもん勝手に触んな。何さケチ。きっとジジモンの言ってた島への道っていうのはここのはずだ。それじゃあれを使おう。近づいたわけだな。何が起こるか分かんないんだよね。気を引き締めなきゃ。そうね、いつ戦いになるか分からないわ。修二さん、顔色が悪いみたいですけど大丈夫ですか？ああ、何でもないんだ。カイト、少しいいか？なんだよ。あの様子の修士をこの先まで連れて行くのは危険じゃないか。ここにはあの霧もないし、ここで待つか引き返してもらった方がいいかもしれないぞ。どうだろうな。タクマはどう思う？
いいかもしれないね。みゆきと春の二人もこの先に連れていくのは心配だし、何かあったらロップモンもいるから切り抜けられるはずだ。それならそう言ってやるか。案外喜ぶかもな。疲れてるようだし。私は反対だわ。なんでだよ。ロックモンだけに押し付けるようなものじゃない。そんなの危険でしょ。あの霧もあるのよ。私もその意見に賛成だわ。あ、こういうのはどうかしら。私たちも残るの。そうすれば何かあっても問題なく対処できるでしょ。アオイさんとラブラモンも残るの。あのな、敵のど真ん中に来たぜ。必要以上に戦力を分散なんて冗談じゃない。俺もその意見に賛成だぜ。一人かけるくらいならなんとかなるけどさ、二人もかけたら俺たちが不利になっちまう。ならみんなで行けばいいじゃない。だがあの状態のやつを連れて歩くのは危険だろう。でもだからって置いていくのは。どうする、ミユちゃん。わかんないよ。このままじゃ先に進めないよ。タクマ、どうすればいいのかな。確かにこんな状態じゃダメだ。でもどうすれば。いっそ修士を切り捨てれば、それによって一致団結できそうな気もするが。それができないからこうやって迷ってるんでしょ。そうだが、このままではいい結果にはならんぞ。それでもみんなで決めた方がいいんでしょ。一人にしたら修士は余計に追い込まれそうよ。それにロップモンのことも心配だわ。ロップモンは一人だから苦しんでいるんだよ。ちゃんと人間と気持ちがつながれば救われるのに。葵さんにも残ってもらって、修二さんたちについててもらおうか。おいおい、タクマ。そしたら俺たちの戦力が心もとないぜ。でも、それが一番いいかも。ここだって本当に安全か分かんないんだし。いや、だからってな。ふざけるな。うわっ、びっくりした。僕を残して葵君に護衛させるなんて。君たちは僕が何もできないとでも思っているのか。修二さん、そういうことではなく、みんなあなたを心配して。僕は大丈夫だ。疲れてなんかいない。君たちが行かないなら僕だけで行ってやる。あ、待って、修二。うるさいんだよ。いちいち呼ぶな、この役立たず。ああ、本当に行っちゃったよ。ロックモン、どうかしたのか。とっても辛そうに見えるよ。僕だけこんな嫌われているの。僕が何か悪いことしたから。うん、僕は悪いことなんてしてないわ。ロップモン、大丈夫？わからない。でもなんだかとっても苦しいの。ごめん、
僕、シュージのところに行くね。行っちゃった。とりあえず俺らも行こうぜ。だな。何が起こるかわからないんだ。警戒を怠るな。シュージさんの真似？言いそう。ミノルくん、サキさん、やめなさい。はーい。ロップモンが危ないってこと？うん。とても真っ黒な感じがしたんだ。僕らは人間の心に影響を受けやすいんだ。シュージがあのままじゃ何か悪いことが起きるかも。悪いことか。何もないといいんだけど。あの坊や、つけ入る隙がありそうだね。おお、これが地下水道か。思っていたよりちゃんと道なのね。どれくらい広いのかな。どこまで続いてんのか先が見通せねえな。広いのかもしれないけど、これあ、霧がこんなに充満してる。タクマ、この霧はあの霧と違うよ。じゃあこれって何かのガス？そっちゃヤバい系。ビビんな。とっくにいくらかは吸っちまってるよ。そうね。でも危ない感じがするのは変わらないわ。前が見づらいわ。みんなとはぐれないように気をつけないと。迷子なんてシャレにならねえしな。何かいるぞ。いらっしゃい、子供たち。そっちから来てくれるなんて、飛んで火にいるなんとやらってやつね。何言ってやがる。お前の方が虫みたいじゃねえか。そうかしら。私にはあなたたちの方がよほど虫に見えるわ。そっちから来てくれたんなら話が早い。ドラクモン、やるぞ。ああ、あら、怖い怖い。いくらちびっこでも子も多いと危険よね。だからこういうのはどうかしら。みんな離れないで。分断されたら危ない。けどタクマ、霧が濃くなってみんながどこにいるかわからないよ。とにかく声をかけていくしかない。めまい。頭が揺れる。あぐもみんなは、アグマ、誰も、アルケニモンまでいなくなってる。とにかく、
進んでみよう。
番だね。なんとか勝てたけど、アグモンの偽物が出てくるなんて本当に嫌な罠だ。タクマ、大丈夫か？少し休憩する？いや、大丈夫。みんなを探そう。ねえ、タクマ？ん？何？僕はどんな時でもタクマと一緒だよ。だから安心してね。うん、ありがとう。タクマ、あっちから誰かの気配がする。あっちにはまだ霧が残ってる。でも大丈夫だ。行こう。なかなかいやらしい攻撃をするじゃないか。私の愛すべき子供たちは他の場所だとすぐ干からびて死んでしまうの。でも勝手知ったるこの水路の中ならいくらでも罠を張れるわ。そしてその結果は間違いなく出ている。じゃあそろそろ借り入れ時か。これだけの人間の子供がいればさぞ。いいえ、人間の味方をしている奴らの力は侮れないのよね。だからこうして心を責めているの。お分かりかしら？質のいい手下が居合わせなかったのが難点だったな。まったく不甲斐ない奴らだ。でもそのおかげで一人面白い子を見つけられたわ。面白い？どういうことだ？もうすぐわかるわ。Thank you.
Well, that's it for this video. Hope you like it and stay tuned.